広瀬康夫9月19日隊は、日本の合唱指揮者。関西学院大学宗教センター勤務。関西学院グリークラブ技術顧問。新月会、コールセコインで他多くの合唱団の指揮、指導に携わるほか、ソリスト、カルテットとしても活動する。兵庫県神戸市出身。関西学院高等部を経て、関西学院大学経済学部卒業。在学中は、 関西学イングリークラブに在談して、学生指揮者を務める。指揮法を北村京一に、声学を大久保明を井上和代、畑中良介に指示。卒業後、白鶴首造にて勤務する傍ら、コールセコインデを結成し、同団を指揮して1999年の第52回全日本合唱コンクール全国大会一般部門2001年の 第54回と二度、金賞に導く。1987年より、関西学院大学職員として勤務、関西学院グリークラブ指揮者に就任する。同団を指揮、指導し、2006年及び2010年から2018年までの9年連続で、全日本合唱コンクール全国大会大学、ユース部門金賞、うち4回の部門最高賞受賞に導く。 日本におけるバーバーショップハーモニー普及の第一人者である。広瀬は1999年にアメリカのバーバーショップハーモニーソサイティに会員登録、同年に自らバーバーショップカルテットを結成し、翌年にはバーバーショップ世界チャンピオンと共演する、と、日本でのバーバーショップハーモニーの普及に努め始める。2003年には日本バーバーショップカルテット協会を結成し、 代表に就任、翌年には東京で第1回バーバーショップカルテットフェスティバルを開催し、立ち見が出るほどの大盛況と成功させた。バーバーショップカルテットを現在でも複数主催するほか、関西学イングリークラブをはじめとする参加の合唱団においてもバーバーショップを積極的に取り入れている。ありがとうございます。